皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、私の使い切りのコスメをご紹介していこうと思います。で、今回はですね、結構スキンケア系がすごく多いので、まあご了承ください。気になる方は最後までチェックしてみてください。ちなみにこちらのメイクは次回の動画であげたいと思います。それではどうぞ。ではまずはじめにこちら、じゃじゃん、サボリーノのよりよシートマスクですね。これを使い切りました。これは28枚入りですね。で、1300円でプチプラです。こういった風にね、こういう風に取れるっていうのがすごい使いやすいですね。まずここでポイント1アップで、その後にですね、これは化粧水、乳液、美容液、クリーム、パックと5 in 1なので、これ1枚でスキンケアが完成してしまうっていうものです。まあ、なんですけれども、私の使い方はこの髪の毛乾かす時につけて、シリコンマスクつけてっていう感じでしていました。すごいしっとりします。うん、本当に5 in 1だけあるなっていう感じだったかな。うん、なのでまた気が向いたら買いたいと思うんですけれども、私が一番好きなところはですね、そのしっとりさではなくって、このシートの大きさがもう本当に私の顔ぴったりなんですよ。目の位置も鼻の位置も口の位置も。で、なんか少しこういう風に伸縮するような感じのマスクなので、貼りやすいし、もう使いやすいっていうのが一番いいですよね。なのでまたこれは絶対にリピートしたいと思います。次も同じサボリーノ、これ蓋なくしちゃったんだけど、サボリーノのおやすみストを使い切りました。これはお風呂上がりに体拭いたりとかボディケアしている間のお化粧水ですね、つなぎとして使っていました。私が今まで使った中で一番しっとりするミストだなと思います。で、これも4 in 1か、うん、オールイン1のタイプで、化粧水、乳液、美容液、クリームの4 in 1です。なのですごい本当にしっとりします。これは絶対にもう今すぐでもリピートしたいぐらい本当に気に入っています。で、これは、詳しい内容はですね、ブログにまた書いていますので、下の概要欄にリンク貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。これ大好き。次はクレンジング、これです。これはアハのクレンジングリサーチジェルクレンジングですね、を使い切りました。で、これは 5g ですね、入っていて、1000円でプチプラなやつですけれども、多分みんな使ったことあるんじゃないかな。結構ずっとね、ドラッグストアとかでも売ってますよね。で、私はこれは結構長い期間かけて使っていたんですけれども、というのも、松エクしてた時に使っていました。そう、松エクにはね、オイルは使えないので、私はいつもオイル派なんですけれども、ジェルが慣れないっていうのもあります。正直言うとリピートはないと思います。というのもジェルが少し固めなのかな、なんかね、すごい伸ばしづらかったなっていう感じがするのと、なんか伸ばしづらいから結構ね、いっぱい出してこう広げて、で、この上のね、滑りがすごい悪かったと思う。多分普段オイルを使っているから滑りが余計に悪く感じるんだとは思うんですけれども、リピートはないから。次もこちら、これもクレンジングですね。ファンケルのマイルドクレンジングオイルを、これは、トラベルサイズでですね、はい、ちょっとちっちゃめの 60ml のタイプです。これは大好き、本当に大好き、絶対にリピートします。今ですね、ただ結構あるんですよ、クレンジングが。なのでそれを、まあ、全部とは言わないけれども、ある程度使い切ってからまた買いたいなと思います。これは本当につわり中の時にすっごい役に立って、なんかウォータープルーフのマスカラとか結構つけたりしてるんですけど、それこそつわり中は仕事していたので、もうガンガンなアイメイクとガンガンなマスカラもう本当にスルッと落としてくれて、専用リムーバーはいらないので、もう本当に楽、マジで楽だった。本当にもう化粧したまま寝ちゃうこともつわり中本当に多くって、なんだけどこれさえしとけばとりあえず OK みたいな、に洗顔しとけば OK みたいな感じだったので、よかった、本当にこれは絶対にリピートします。そして無添加なのでお肌にも優しいクレンジングなので、またリピートします。で、これもまた詳しい
記事をですねブログ書いているので下の概要欄に貼っておきます。では次はですねこれにしよう。これルルルンのモイストクリーム保湿クリームです。なんか一時期ルルルンのパック買ったらこれついてくるみたいな時期ありませんでした？私はそうだったんですけれども、それでゲットしたんですけれども、ぶっちゃけ顔には塗ってません。なんか保湿クリームという割には保湿力がそこまで足りないかなっていう感じがしました。なのでこれ使うんだったら違う保湿クリーム使うなっていう感じだったので、私はこれを体用に使っていました。けど体に使う分には本当に良かったです。朝までしっとりしてたし、なんかすごいベタベタする感じもなかったので良かったんですけれども、まあね、これボディケア商品ではないのでまた違うのを探して使いたいかなと思います。リペはないです。で買えるの今これ。次はですねこれ、まあ、2つ一式に紹介します。こちらオルビスのアクアフォースのローションとモイスチャーですね。化粧水と保湿液です。これも詳しい内容はブログ書いてるのでチェックしてみてください。これはまさきと一緒に使っていました。そう、まさきが本当にね乾燥によるニキビがすごくて、日々ね本当にずっとひどくて、付き合った頃からもう多分思春期の時からやばかったんだと思うんだけれども、これを使ったら本当にねなくなったの、ニキビが。マジでびっくりしました。本当にびっくりしました。でこれはオイルフリーなのでお肌にも優しいし、あとはこうシンプルなスキンケアっていうのが多分まさきには合ってたのかなと思います。本当に水分ががっつりグッと入ってくれる感じがするので、私は朝使っていたんですけれども、これは良かった。もう現品も買ってて、今まさきと2人で使ってます。私は朝使ってて、まさきは朝夜使ってます。乾燥によるニキビに悩んでる人はぜひ試してほしい。でこの2つ、このトライアルサイズで1200円とかそんくらいですごい安いので、まあ、下に、まあ、ブログ貼っておくので、そこで確か URL とかも貼ってるのでチェックしてみてください。送料も無料です。よかった。本当にねまさきはね朝起きたらもうカッピカピでね、鼻の周りとかもすごい乾燥によってこう皮がむけちゃったりとかしてたんですけれども、これを使ってからそういう乾燥もなくなりました。これはすごいおすすめです。次はですねメイク製品が1個だけあります。これメイベリンのラッシュセンセーショナルです。これはちょっと前に流行りましたよね。私はすごい長い期間かけて使っていたんですけれども、これはお湯でオフできるタイプで、こうブラシがすごい変わってるんですよね。こういったブラシで、なんか液がね最初の頃はね全然ボリュームも出ないし、うん、って感じだったんですけれども、ちょっとフォーミュラが乾いてきてから、ドライになってからは結構使いやすかったかなと思います。ただカールキープ力がないので、これの前に絶対にケイトのマスカラ下地だったりとかキャンメイクのマスカラ下地は必須です。まあリピートはないですね。リピートはないです。次はですねこれもボディ系、これがニベアのマシュマロケアボディームースっていうやつで、まあ、ちょっと前に発売されたばっかりのタイプで、ムース状になってこんな感じで、もう出ないけどね、ムース状になって出てくるタイプで、すごい伸ばしやすかったです。で美容オイルが入っているので、朝まで本当にしっとり、というか一日中しっとりします。なので私はこれは結構好きだったんですけれども、ただねマッサージは結構しにくいかな。あっさり系のボディケアなので、ボディムースなので、なんだろう、水分がね結構肌に浸透するのが早くって、マッサージはできる、けど私はねこの一日中しっとり具合がねすごい好きだったんですよね。なので気が向いたらまた、買いたいかなと思います。最後はこれロレッタのベースケアオイル。これはね定番、もう何個もリピートしてて大好きなヘアオイルです。もうこれしか使ってないね最近は。もう10本以上リピートしてます。これはオイル、ヘアオイルなんだけれども、保湿系のヘアオイルではなくて結構サラサラ系のヘアオイル、ある程度保湿もしてくれるんだけれども、これをつけたらすごいサラサラになります。で私は妊娠してから結構乾燥
が気になるので、髪の毛もだし、お肌もちょっと乾燥肌に傾いちゃってるので、今はこれとなんかアイハーブで購入したオイル、アーモンドオイルを混ぜて今は使っています。いや、これはいいよ。これはね、普通にドラッグストアとかで買うよりネットとかで買った方が絶対に安いので、チェックしてみてください。サラサラになりたい人はおすすめです。はい、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。参考になったら嬉しいです。また次回の動画でもお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録と高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いします。